どうもこんばんは、いくらさんずんだんです。ということで本日は、皆さんに、発表があります。卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ、はい、来たる4月16日、はい、4月20日、はい、マエテンとミカエルの誕生日でーす。まあね、毎回恒例の誕生日プレゼントの募集動画というのをね、今回はやってるんですけども、前回俺の時バチクソ叩かれましたけど、はい、まあね、今回は俺がお前らの募集ってことだもんね、叩く人もいないだろうし、はい、まあ、ミカエルにアンチはちょこちょこいたけど、もういないな。そうですね、あんまり見かけなくなりましたね。今はひどいな、俺とオーケストラだけだもん。そうですね。しかも今俺の方が悪口多いしな、はい、もうしょうがないよそれは。芸風だから。ということでね、4月16日と4月20日の誕生日のプレゼント募集をしたいと思います、はい、期日は4月末日まで、4月30日ぐらいまで、あの住所は適当にあのどっかに書いておくんで見てください、はい、食べ物、飲み物、はい、生き物、害があるものとかそういうもの常識的に考えてダメなものは送らないでください。食べ物はダメです。お前なんかある？ゴミ？ゴミはまあ嫌だな。はい、ということで、じゃあ欲しいものとか、どんなものが欲しいとかね。ああ、まあ僕はそう、絶対外れないっていうか、うん、そんなに高くなくて欲しいといえば、あの本読みたいです。おお、いいね、それ、はい、なんかお前狙ってんの？はい、なんか狙いに行ってない？いや、狙いには行ってないんですよ。本ね、はい、小説？だからなんかその送ってくれる人の好みのこの本面白いよ。おー、いいね、いいね、みたいな。あれ、お前俺が貸した本持ってきた。あ、待って待って、じゃあ、巻いて。T シャツはいっぱい持ってるんですけど、ただあのズボンがズボンズボンが2種類ぐらいしか。でもズボンはさ、お前サイズ分からないじゃん。多分100か110。そんなないよ。え、足の長さ昔測った時、100キロないって。お前ズボン着てさ、履けなかったら終わりなんだからさ、はい、ズボンはね、お客さん いっぱい着たけど全部履けなかったからな。すごいですね。そうだよ、そういうことになるから。でも分かりやすくバンダナとかでいいんじゃないかな。バンダナなんかお前買えねえだろ。他にもそう、じゃあスニーキー、おしゃれなこれもサイズ。サイズは別に XL ぐらいだろ。さっき T シャツいっぱい持ってた。ということで皆さん、他はお任せします。別に T シャツじゃなくても本じゃなくても、ミカエルとマエテにあげたいもの、あなたがあげたいものを送ってくれればいいのでね。もしも何もない、迷ってしまったという場合は本でもいいです。ただ本、これは下手すると、もしも10人送ってきたとして、8人ぐらい本の可能性も出てきちゃうから、別に本だったらブックオフでも買えるし、100円でも。まあまあまあ。ということなんでね、皆さんぜひ、2人の誕生日プレゼントを送りたい人がいたら送ってください。まあ俺の誕生日はちょっと近かったからね、はい、俺バチクソ来たからね俺ね、はい、だからちょっとわからないですけど、皆さんぜひミカエルとマエテンに誕生日プレゼントを送ってやってください。ということでこれからもいくやさくんだをよろしく、よろしく、バイ。え、マエテンいくつになるの？いや、その前にお前さ、バーイってやってたもん、突っ込めよ。あ、一緒にやったってことですか？うん。え、それはどういう意図があって？いくつなんだっけ？27。27歳です。で、バイト経験は？ゼロ。